私は世界地図を広げ、まだ見ぬ島や海について思いを巡らせる時間が好きだ。やがていつかそこを訪れた時、私のイメージの中で吹いていた風の匂いや雲間の日差しなど、その現実に重なる時など思わず声を上げてしまう。マックス。海は不思議な魅力に包まれている。陸の上では起こりえないことが起きる。科学者の端くれなら誰でもそうだろうが、私としても初めはとてもそんなことを信じるわけにはいかなかった。32年前のことだ。いかに私が若く夢見がちであったとはいえ、黄金のクジラなんて。私は若い日、ハーバードで海洋気象学を学んだ折、ハリケーンの調査に訪れた南太平洋マルケサス諸島で、あの黄金のクジラに出会ったのだ。あれ以来、私はそのほくろのあるクジラにモーリーと名付け、何度となく息子のマックスに話して聞かせた。息子の耳にはすでにタコができていた。ボストン沖に一頭のザトウクジラが打ち上げられた。折しもアメリカ合衆国独立記念日。どうしたあのクジラ打ち上げられたの？打ち上げられたんじゃない、ふるさとへ帰ろうとしたんだ。ふるさとって、じゃああのクジラはプリムスの町で生まれたってことなの？いや、そうじゃない。ずっと遥かな昔、クジラが水辺の森にいた頃の心のふるさとだ。それじゃあまるでカバみたいじゃない。その通り、極めてカバに近い。かつてクジラたちは一度陸に上がった。そして何らかの理由で海に戻って進化しながら生きてきた。あのクジラはどう見ても100歳は生きてきたじいさんクジラだった。それでいよいよ最後の時を知って、かつてのふるさと水辺の森を探して自分からあそこへやってきたんだろう。アーメンだ。我々にとって海は魂のふるさとであり、海に出たクジラは陸が恋しいってわけさ。お前今どうやって笛を吹いた？僕何もしてないよ、父さん！鏡のように凪いだ夕映えの海に、まるでスローモーションのように踊り上がった巨大な水柱は、紛れもなくあのモーリーだった。ミーローマックス、我々を呼んでるぞ。アイソハージャンピングゼア。息子の耳からタコはなくなっていた。夢は潜伏期間も置いて感染するらしい。親子で夢に浮かされた日には、これはもう行くところまで行ってしまう。ウッズホール研究所の古い潜水艦も譲り受けた私たちは、モーリーの声を遠くに感じながら旅立ちの日を待ちきれなかった。ドックの近くの海にモーリーはいて、私たちの出航をせき立てるように 2,3 度は姿を現したりもした。ところでマックス、名前は考えたかい？ルーファス・インフューズ JC ワンダーダイビング号。それだって。10月8日、モーリーの声も姿も消えてから1週間が過ぎた。私たちのルーファス号の完成はもう少しだ。急ごう。10月22日、3ヶ月半かけて改造した私たちのルーファス号は、
幻の黄金のクジラモーリンを追って一気にカリブのシルバーバンクに向かった。北大西洋のクジラたちは冬になるとその辺りの暖かい海に集まって何でもバカンスを楽しんでいるらしいのだ。10月28日立ち寄るカリブの島々で人々にモーリーのことを尋ね、私たちの計画を話すと誰もが天を仰ぎ胸の前で十字を切るのだった。父さん、僕たちクレイジーは慣れっこだけど、ビーチは100もあるのにどうしてあのビーチだけ人が集まるの？彼らこそクレイジーじゃない。誰も気づいてないけどね、遠い昔人類の祖先が海から上陸した記念の場所に似てんのさ。じゃあクジラ陸を見てホッとするんだね。マックス、今なんつったかな、なんて言ったかな。陸。西に進路を取った私たちに再びあの声が聞こえ始めた。すぐそばに大きな生命の鼓動を感じる不思議な旅だ。クジラに限らず、海には減りつつある生物たちが数多くいる。そして一度絶滅してしまった生物の登場は30億年待たねばならない。学者の直感はいつも馬鹿げている。しかしいつも真剣だ。11月18日、黄金のクジラモーリーがこの狭い運河を渡ったと確信して、パナマを抜け太平洋に出た私たちは、今航海のうち早くも4つ目の気象環境に入っていた。いわゆる赤道無風帯という鏡のような海で、マックスが奇妙なものを釣り上げてきた。父さん、開けてみようよ。うん、父さんも今ね、それを考えてたとこなの。あ、父さん怖いんでしょ。お前今まで死にそうな思いをしたことってある？エルム街の悪夢は死ぬほど怖かったよ。イメージで知るのと身に迫る死は別なの？じゃあない。やっぱ開けんのよ。そう、不発弾かもしれないから。これあのね、不発弾だったらなんかすって、おーのー、あら、マルケサスにやってきた。あの時南極に向け移動を始めた仲間たちに尾を向け、モーリーはただ一頭赤道を目指して北上していたのだ。いかにクジラが遠く旅するといっても、南半球と北半球を行き来するクジラなんてまるでファンタジーじゃないか。父さん、今頃何ブツブツ言ってるの？それより荒れてきたよ。ん？熱帯低気圧だ。しかも大きい。え？海底に避難するぞ、マックス。アイアイさん。Should always get you.
発弾だ。嫌い。好きだな、そういったダジャレ。だけどそういうこと言ってる場合か、マックス。父さん、え、モーリーが嫌いを加えていくよ。それこそ本当に嫌いだな。マックス。父さん、To be continued. December 8th, 満月が赤道の空を飛んでいる。私の中の海があの声に導かれ、だんだん満ちてくる。マックス。モーリー。はい、10時の方向にハンプバックの親子ルーシーとミシェルです。アリューシャンからやってきたおよそ200トンが集まり、この地域で幸運にやがて北へ帰っていきます。父さん、ここはクジラのリゾートだね。人の集まるビーチが人類上陸の記憶の場所なら、クジラの集まる浅瀬は海に旅立った彼らのふるさとだよ、きっと。クジラのふるさと、水辺の森にも限られたスポットがあるってことか。いいぞ、マックス。ルーファスに戻ろう。ゲットバックトゥルーファス。地図とデータだ。ケープコット、ラハイナ、小笠原、室戸、鮎川、オシカ。鮎川、オシカ。鮎川、鮎の住む川、水辺だ。オシカ、オシカ、森、水辺の森。これだ、マックス。モーリーはこれを伝えたかったんだ。1993年2月16日寒流と暖流のぶつかり合う三陸沖金華山一帯は、さまざまな状況がケープコッドに似ている。そのせいか、初めて訪れるこの海はどこか懐かしい。その時、霧の彼方からあの歌が聞こえた。疑いもなくそれはモーリーの声だ。3時の方向だ。お茶の時間だ。うまいな。異常に高ぶった私をマックスが沈めた。エンジン停止。エンジン停止。あの、あなたは？オシカのマコトじゃ。その目はどうやら同じ夢を見た者同士らしいな。カムトゲザ。どこでこれを？この辺にはいろんな黄金伝説が残っとるんじゃ。黄金伝説？昔、人間がやってくるずっと前、この辺りは暖かくて、海辺には花が咲き乱れ、幸福な動物たちがいっぱいおった。じゃがこの楽園はある時海に沈んでしまった。わしらの祖先は陸に上がり、やつらは海に出て生き延びたという。やつらってまさか？そう、黄金のクジラたちじゃ。わしも作り話だと思うとった。32年前まではの。32年前、あの年だ。一体何があったの？津波じゃよ。その後黄金のクジラが浅瀬にはまっとった。わしがあいつを話してやった時つけた標識がこれじゃ。ところで、なぜモリーが金色なのか知ってますか？おお、多分誰にもわからんじゃろう。あの黄金のクジラは人間が忘れてしまった自然の大切さを思い出させるために生まれてきたのかもしれんな。僕はこの航海を通じてクジラがどういうものだか分かった。見たものを幸福な気分にさせる、愛と平和に満ちた巨大な生き物だということが。おお、生きていたんだ。モーリーは生きていたんだ。海は不思議な魅力に包まれている。これ以上何を言う必要があろう。